日本一ソフトウェアプレゼンツっす。やみつき度史上最強、主人公は史上最弱、千匹の悪魔たちによる悪夢のようなアクションゲームがよみがえる。そのゲームの名は、その名は、その出てこいっつってんだろてめえら。はいっす、プリーズ特攻遊戯暁のパンツ大作戦っす。はい、毎度おなじみプリニーズ、掃除洗濯何でもござれ、数がいることが最大の特徴という、それは悲しい万能型雑魚キャラっす。まさか自分可愛さに私を担ごうってんじゃないでしょうね。こちらはエトナ様、俺たちのご主人様にして傍若無人な暴君、もとい自称魔界一の美少女悪魔っす。さあ乙女の純情を汚す輩をぶっ飛ばしてきな。私のパンツ盗みやがったのはどこのどいつだ。なんと今回はエトナ様のパンツが何者かに盗まれたっす。当然俺たちが犯人、いや犯人探しっす。失われたエトナ様のパンツを求めて千匹のプリニーが北へ南へ海へ山へ魔界を大疾走っす。新品は確かにいただきましたぞ。新品って一体なんすか。切って飛んで滑ってプリニー連射っす。こっちにもプリニー連射っす。連射連射ひたすら連射、敵がひるんだ隙に魔界を走り抜けるっす。みるみる仲間が減っていくっすけど、そのための残機千匹みたいなもんっす。悲しいけどこれ現実っす。お芋飛行。ただそのアクションステージは大変手強いっす。こんなのクリアできるんすかと思ったあなたに早速朗報っす。前作の難易度にプラスして初心者向け難易度も完全搭載っす。その名もベビーイージーっす。赤ちゃんでもクリアできるっす。ベビーイージーでは補助の足場がつくので、気になるあのステージでも落ちない安心っす。さらには2になって俺たちもちょっぴりパワーアップしたっすよ。コンボゲージをマックスまで貯めるとなんとブレイクするっす。いやついに俺たちもブレイクしちゃったっすか。照れるっす。ブレイクしたら攻撃力のアップに加えて3つの奥義を使えるようになるっす。たわわなお尻で華麗に攻撃するメタボンヒップアタック、マフラーでぶん殴って気絶させるプリニーサイクロン、これぞ究極奥義、無敵の状態で突撃する必殺特攻ユニット。ちょっと主人公っぽくなってきたんじゃないっすか。それでも心配なあなたには拠点からいろいろとサポートっす。拠点もパワーアップっすよ。まさに至れり尽くせり、これで怖いものなしっすね。やられる気がしねえっすと思ったら、やっぱり敵もしっかり強力になってるっす。全魔界から集まった強敵たちがエトナ様のパンツを狙って波乱万丈大乱闘っす。邪魔だプリニーども。はい、俺たちが主人公じゃないんすか。俺たちの命運はどうなるんすか。たっぷりいじめてあげる。いいっす。予約特典はパンツ大作戦秘密の作戦指示書っす。怪しげな響きが好奇心をくすぐる大人の作戦指示書っす。さらにさらに2大予約特典としてアサギウォーズプレミアム優待チケットもついて、お値段前作から据え置き4980円っす。この不景気になんてメタボを、いや太っ腹っすか。プリニーズ特攻遊戯暁のパンツ大作戦っす。2010年3月25日発売予定っす。オメガクール。アサギ、プリニーに喧嘩を売って自爆死した挙句プリニーに転生した哀れな人間。日本一ソフトウェアの初中見舞いに登場以降、主人公の座を狙ってさまざまなゲームを徘徊する永遠の次回作の主人公。現れるたびに性格や声が違う。命名処方官マジリンより。目標地点到達いかがいたしましょう。月面裏で待機、指示があるまで動くな。了解。アサギウォーズ主人公争奪戦っす。プリニー2の隠し要素としてついにアサギが待望
きます。いや、その主人公になるために戦うっす。クリニアサギを預けてアサギウォーズを勝ち抜けっす。負けねーっすよ。システムはアサギウォーズオリジナル仕様ってすげーっす。じゃあやってみるっす。アサギの体力は視聴率っす。オーディエンスの好感度に伝え視聴率を稼ぐっすよ。視聴率アップが主人公への近道っす。ゲームオーバーか、私が決めるっす。乙女の私はガチャガチャ連射なんてやってられねえっす。6つの武器を切り替えながら効率的に戦うっすよ。迎え撃つはこれまたアサギっす。アサギ VS アサギのアサギをアサギで洗う、アサギによるアサギのための壮絶なアサギバトルがここに開幕っす。まさにアサギウォーズっすね。シナリオは本編に負けないほどのプライスレスなボリュームっす。赤字覚悟の大サービスっすよ。最強戦艦ヨシツナ、来やがれフロンさん。私、いっけーっす。いつか巡り来る幸せを信じて、今日も他人の毛落とします。アサギウォーズはプリニー2本編の隠し要素です。プリニー2のゲーム内で特定の条件を満たせば遊べますが、予約特典のアサギウォーズプレミアム優待チケットがあればすぐに遊ぶこともできます。アサギウォーズも遊べるプリニー2特攻遊戯暁のパッツ大作戦っす。2010年3月25日発売予定。